老教のフェルディナント・カール大公、1841年、フェルディナント・カール・ヨーゼフ・フォン・エスター=エステは、オーストリア帝国の陸軍元帥、ガリツィア及びトランシルバニアの総督。イタリアのモデナ公国の統治者、オーストリア=エステ家の公子で、イタリア語名は、フェルディナンド・カルロ・ダズブルゴ=エステ。オーストリア=エステ大公フェルディナント・カールと、その妻で、エステ家の女子相続人であるマリーア・ベアトリーチェ・デステの間の三男としてミラノで生まれた。1797年にモデナ公国がフランス軍に占領されると家族と一緒に父の故郷をオーストリアへ引き上げた。ビーナー・ノイシュタットの軍事大学を卒業後、1800年にオーストリア軍に入隊した。1805年に始まった第三次対仏大同盟戦争の際、フェルディナント・カールは自分を補佐するカール・マック・フォン・ライベリッヒ将軍と共にオーストリア軍の総司令官を務めた。フェルディナント・カールの軍隊は1805年10月にはウルムにおいて敵軍に包囲され、マック将軍は投降したが、フェルディナント・カールは2000人の騎兵を引き連れてボヘミアに退却した。フェルディナント・カールは避難先のボヘミアでオーストリア軍を立て直した。敵軍の注意をそらすため、フェルディナント・カールは9000人の兵力をイルガウに移した。この作戦により、フェルディナント・カールはバイエルン王国の将軍カール・フィリップ・フォン・ブレーデの軍団がアウステルリッツの戦いに合流するのを防ぐことに成功した。1809年の第5次対仏大同盟戦争でも、フェルディナント・カールは36000人のオーストリア軍の司令官となった。彼は4月にワルシャワ公国に侵攻し、ポーランド人たちを反ナポレオン蜂起に駆り立てようとしたが、ポーランド人はナポレオン軍の将軍であるユゼフ・ポニャトフスキ公を支持した。フェルディナント・カールはラシンの戦いで敗北したものの、ワルシャワを占領することには成功した。しかし、結局6月にはワルシャワから撤退を余儀なくされ、さらにはクラクフやガリツィアも奪われる結果となった。1815年の第7次対仏大同盟戦争の際、フェルディナント・カールはオーストリア予備軍の2つの師団の指揮を任された。翌1816年、彼はハンガリー軍の司令官に任命された。1830年からはガリツィアの総督となり、レンベルクの総督府に移った。1835年から1837年に、かけてはトランシルバニアの総督職も兼ねている。1846年に認知で大規模な農民蜂起が起きると、フェルディナント・カールは総督職を退き、主にイタリアで隠居生活を送った。生涯独身を通し、1850年にオーストリア、アルトミュンスターのエーベンツバイアー城で死去した。ありがとうございます。